皆さんおはようございます。朝7時半になりました。あの日本維新の会馬場代表が八方塞がれと、いや大変ですね馬場さんと、いやもういろいろやらかすんですね。あの高市大臣に辞任を迫ったと、ところがね支離滅裂なこと言ってんじゃねえということで批判されてもトーンダウンということさ。そしてもう一つは吉村さんが唐突にね F1 レースを大阪に誘致するって言ったでしょう。はい、おめでとうございます。猛スピードで頓挫いたしましたとね、そういう2つのニュースですね。さあまず最初ね、これ、読んでみましょう。フラッシュね、両方ともフラッシュなんですけども、維新馬場代表、万博延期を主張するなら辞職しろと高市大臣に要求するも支持得られずと、当たり前ですよ。サントリー社長も延期あり得るで狭まる包囲網となっていますけども、はい、この一件皆さんもいいですよね。高市大臣があの万博に対しましてね、もうあれも延期した方がいいんじゃないのってこういうことを言ったわけなんです。それに対して馬場さん激怒と怒り心頭でございますと、まあ怒るのは分かりますわね。この立場で大臣にそんなこと言われてるふざけんなってなるのは、まあそこまではいいんですけども、議員を辞職しろね、大臣を辞職しろ、これはおかしいでしょ。謝罪を要求するなら分かりますよ。なんでこれ辞職しなくちゃいけないんですかと、もうそれが荒唐無稽なことをこの人は言ってるわけなんですよね。しかも周囲状況ですね、周辺の状況、サントリー社長も言ったわけでしょ、延期あり得ると、で狭まる包囲網と。しかもですね、橋本徹さんもね、なんか急に弱気になってしまってね、いやいや延期とか中止もありますよってポロッと言ってるわけでしょ。でそれこそね、閣内不一致とか言いますけども、オタクたちの党の中の不一致の方が激しいんじゃないですかと言いたいですね。さあ今回のねこの発言なんですけども、高市さんが長野市の講演で言ったということなんです。で高市さんのね延期の理由というのは、あのね、今回ね復興に必要な資材とか、まあ、価格高騰、人手不足を挙げたということで、あのドバイ万博もね、あれは、まあ、あの流行り病ということで1年延期されてるんですよ。だからこういう理由を言えばね、国際社会の理解は得やすいということで首相を説得したということなんですね。まあ、でも実際にはこの高市さんはね、まあ、トーンダウンして、実際には延期難しいと思うけどねと、まあ、この辺フラフラしていたなって感じはするんですけども、まあ、これに対して、まあ、とにかく怒ったと。でね、この高市発言に怒りが収まらないのが日本維新の会馬場代表であると。で下です30日には完全に閣内不一致、政治家の信念として言い続けるなら辞任すべきだと高市に迫りましたと。でこれに対してさっき説明した通りでございます。いやいくらなんでもおかしいだろうということになるわけなんですよね。でね、この下のねさらにこう書いてあるんですけど、私これ知らなかったんですけども、あの万博を成功させる議員連盟、まあこれがあります。これをね高市さん30日付で退会してるんですね。この存在は知ってましたけども、高市さんが退会したのは知りませんでした。だから高市さんもうこの万博を成功させる議員連盟、これは私はもうおかしいと思うからやめるということをやめたんですよね。で首相がやるということに従うのであれば議連を抜ける必要はないのではないかと会見で畳みかけたと。まあまあ言ってることもわからんではないです。だけどね X でやっぱりこうなりますよ。どうして進言したらやめなきゃいけないんだよと。ね、で維新というのは大阪万博のことになるとビビりすぎだ、ピリピリしすぎだよと。で、高等の代表として短絡的にすぎる恫喝発言。いや、ほんとね、維新ってね、この前の藤田さんもそうですけど、なんかね、やっぱり恫喝って匂いがプンプンに匂ってきますね。維新、馬場さん、それ恥ずかしいよ。なぜに議員辞職につながると。それはその通りでございます。さあ、そしてね、これもさっきの話ね、下ですよね。また、これまで一貫して大阪万博の関西に積極的だった、あの、橋本徹さんも、18日に出演した瞬間ライブ取れたてで被災地の支援のためお金や人員に不足が出るなら万博の中止延期も考えるべきと発言していますと。だから身内からもね、外部からも、そして現職の大臣からもどうだって言われてるもんですからね。これどうです、私ね前から言ってますけども、私ね建設に非常に明るいもんですから情報を持ってるんですけどね、これね私前から動画で言ってます、これ厳しいということなんですよ。でね、あの資材に関してはまだね、まだこれいろいろ実はね、あの被災地に必要な資材と、まあ、今回の資材またちょっと別なところもありましてね、その辺の心配もちろんありますよ。ただね一番心配なのは人手なんですよ。人がねいかに足りないってことは私はよく事情をこれ熟知しております。だから今回の一件でますます人が足りなくなります。ましてやね、被災地に回すべき人間をこれを万博に持っていくなんていうのは言語道断なわけでしょ。だけどね今の状態だとそれやりかねませんよね。本当注意して見てないと危なっかしくてしょうがないんですけども、それを考えるとこれね事実上できないんですよね。はい、皆さんどう思いますかね。はい、私の言葉を信用してもらえるかどうかってことなんですけども、まあ今のところね、国もやれるというふうに言ってますし、まあ経団連の会長もやれるというふうに言ってます。私どうかな、非常に疑問なんですけどもね。さあそしてお次なんですけども、
ポシャるのが早と、大阪 F1、ね、マッハの速度ですね、誘致宣言からわずか18日で黄信号と、私黄信号ってこれね読んだんですけど、これ赤だと思うんですが、日本グランプリの鈴鹿サーキット開催2029年まで延長ということになりました。さあこれね、だが F1 は一国一開催が原則でと書いてあります。これわかります？今 F1 といえば皆さんご存知のように、これ三重県の鈴鹿ですよね。鈴鹿が F1 のもう聖地ということになっています。で、仮にですよ、大阪でこの F1 が実現しちゃいますと、今のこのルールにこう従いましてね、この鈴鹿サーキットが外れちゃうってことになるんです。だって鈴鹿と大阪で両方できないわけですから。だからふざけんな大阪って話になってたんです。ここまではいかがでしょうか。 F1 に詳しくない方もね、あ、なるほどなと、一国一開催が原則なのか、うん、それは言えるなと、これ分かってもらえると思うんですよね。で、ところがですね、こういうふうになったんですね。しかし鈴鹿サーキットを運営するホンダモビリティランドは22日、はい、これね、2月2日日本グランプリ開催契約を2029年まで延長することを F1 と合意したと。ということは、これはもうね、正式に2029年までは、こうしたグランプリですね、これを鈴鹿でやるという正式に契約しました。つまり29年までは大阪はどうひっくり返っても何もできないってことになるんです。まあ、だから黄信号って言ったんですけどもね、私はもうここで立ち消えになるから赤だと思うんですが、まあまあまあ、厳密に言えば黄信号じゃ黄信号なんですね。はい、ということで大阪 F1 開催の見通しは不透明となったというふうにこれ書いてあります。さあ皆さんどうですか。こういう形で、まあ、事実上赤になっちゃってるんですけども、やっぱりね、不思議なのはここでしょう。なんでこんなもんに吉村さんが急に手を挙げたかということなんです。どう考えてもこれが理解できないんです。まあね、あるとしたら2つの可能性でしょうね。一つは吉村さんが何も考えてないという可能性ですよ。いや、なんとなく F1 やったら賑やかになるからいいんじゃねえのかなって、予算、いやいや、あんまり考えてねえけどって、まあそういう感じで、もう、パープ状態でそういうことになりますよね。まあでもさすがにこれはないでしょう。そんなことはありません。吉村さんがね、そんなにバカなわけありませんから、そんなことはないでしょう。で、もう一つ考えられるのは、これは何か理由があるんですよ。さあ、何か理由がある、何なんでしょうね。これね、まあ、なんかこのあのね、 IR 絡みのような気がするんですよね。 IR を大阪に持ってきたくてしょうがないわけでしょ。ところがですね、やっぱり他の国と比べると IR を持ってくるってもやっぱり役不足なんですよ。あんなの島にポーンと作っても、ね、そんなに人は来るとは思いません。ところが、例えばですよ、あの近くの島にサーキット場を作ったらどうですか。 F1 サーキット会場を回る IR って言ったら、これ非常にインパクトありますもんね。だからそんなことも見越して、僕はね、アドバルーン的にこれ世論見てみようかなと思って言ったような気がしますね。いや待てよ、本気で言ったんですかね。本気で言ったら相当どうかしてますよ。だって今回の万博の予算がすでにあんな状態でめちゃくちゃなことになってるのに、その状態で本気でね、 F1 を呼ぶなんてことはもう狂気の沙汰としか言えないです。実際ね、どこで走るかって問題あるでしょ。埋め立て地にどっかこうね、走らせてもあるかもしれませんが、そうじゃなかったらね、大阪府内のどっかにこうサーキット作るわけでしょ。そんなもん簡単にできるわけないじゃないですか。サーキットを作って F1 一回やるまではいいかもしれませんよ。じゃあそれまでの間どうですか。サーキットそんな維持できると思います？ベロボロのお金がかかります。あれはね、鈴鹿だからなんとかなってるんですけども、大阪に作ったってとんでもない赤字をこれ垂れ流すだけです。だって凄まじい爆音するわけですからね。それ考えただけでもおかしいってことがわかるかと思いますよね。さあ、ここにいろいろ書いてありますよね。ポシャるのが早とかね、秘宝吉村藩、盛大にはしごを外されると。本当に思いつきで言っただけで多分何も考えていない吉村知事この可能性ありですね。大阪で F1 はないに1万イソジンということで、ここでもまたイソジン登場いたしましたね。いや、懐かしいですね、イソジンね。私も動画でたまに取り上げてますけども、あのイソジンを発表した時間は平日の2時半でございます。株式市場が3時に閉まる30分前になぜかテレビで予定してね、ちゃんと予告して、あそこでダーンとイソジンを持ってきた。今でも私はね、もうあれ見るとね、もうムカムカくるんですよね。あんなことを大っぴらにね、知事がやるなんてことありえませんよ。おかしいでしょ。イソジンのこれね、扱ってるこの明治のこの株が上がるのは当たり前じゃないですか。いや、いまだにね、これはもう本当不透明なまんまなんですけども、早くここ弁解してほしいと思いますね。さあ、今回ね、この高市早苗さんの話題と、もう一つ馬場さんだったんですけど、まあ馬場さんね、踏んだり蹴ったりでございますよ。ね、恫喝するのもいいんですけども、少しずつ抑えてね、そうやってちゃんとまともなね、こう政治をやると、そういう方向に走ってください。はい、今日の動画がいいと思った方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。